BTS はかつて日本放送協会が制定した放送技術企画である NHK 放送技術企画とも言う日本の放送は太平洋戦争後 GHQ の指導によりフルエアすなわち決められた放送時間中一瞬たりとも送信停止することの許されないものとなり家ゆる放送の品質は従来とは異なり格段にハイレベルのものが 要求されるようになった。それまでの日本の放送、すなわち、施設局である NHK の放送は、私的通信のカテゴリーに分類されており、危機器に不具合が生じれば、送信停止、保守修繕を再開でよかったのであるが、現行電波法の制定で新たに、放送のカテゴリーが作られ、フルエアが義務付けられたことから、 特に放送機器への信頼性要求は非常なまでに高いものとなった。これを受け NHK に納入される放送機材に対し明確な独自の基準を設けることで放送電波の質的水準を維持、向上させることを目的に1948年9月に本企画を制定した。この企画の内容が日本工業企画役リー韓国に取り入れられたり、 昭和30年代には新たに59件の企画が追加されるなど、当時は非常に有用な企画であった。しかし技術革新の速さに対して、企画の改定が追いつかなくなり、次第に陳腐化、形外化していった。また ISOJIS IS IECEIAJ などの外部企画が充実してきたことから、 昭和30年代末から廃止される企画が増え始め、1983年1月時点で有効な BTS 企画の総数は25件になっていた。また民放や市販品と同一なのに型番が違ったり、企画に適合させるためだけに特別仕様のものを作らないといけないなど、BTS 企画の存在意義がなくなったため、2001年7月に全ての企画が廃止された。 なお民放や劇場では BTS 企画ではなく製品番号で呼ぶことが多い。現在では業務用のキャビネットラックやマイクホルダーなどごく一部の音響製品に BTS 準拠、境界2号色などの表示が見られるのみとなっている。ありがとうございます。